覚えていただけましたか？もしよかったらマスクの中で口を閉じたままこの歌を歌うことができます。ちょっと2回だけ歌うので、よかったら一緒にって歌っていただけると嬉しいです。いきますよ、せーの。着物で作った洋服を着てまいりました。
本当にあの気持ちよくみんなで歌えたのがとっても嬉しかったです。ありがとうございます。そして私が3年、5年前は歌手じゃなかったんですね。3年前、なんと古市さんがこちらでコンサートをされていた新春プレミアコンサート、私